皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。相手が魔法リーダー、今回ですね、ピクドラ裏なしの、今回は補欠ありにしてます。現在強 P が2681で2700チャレンジです。2700チャレンジ大型リーダー裏なし、サブなし、補欠ありやっていきましょう。で、お相手が魔法リーダーなんで、まあ、魔法に有効なキャラを引きたいんですが、で逆に魔法に不利なキャラはあまり引きたくないよねと。まあ、リムルは魔法に不利なんだけど札が強い。ただまあもうちょい回しましょうか。さすがに不利だしね。まあもう行くかな。うん、行きましょう。城前にカニ置いて魔法のダメージ受けてもらいながら剣士で倒す。それが一番無難かな。まさかに行っちゃおうかな。で、キャラ強 P が今1022だったかなって感じなんで結構あります。うわ、マジ何、俺が裏でカニ引いてんの見えてるっていうレベルで出てきたんだけど、まあ、見えてないんだけどさ、即死とけば入んの、入りづらいからな。ふざけんなよマジで、やばいだろそれ。しかもこれ魔法リムルじゃね、これね、だいぶやばい。引っ張られてはいないが、ここは倒すじゃん、なんとかして。後ろカニ置くじゃん。取られてんだよね、あの防御性のアップって。ここ倒さなきゃいけないんだよな。ここ一回グラトにしてくんねえかな。うん。はい。ちょ、これ後ろ殴らせます。少しの間。めんどくせえだこれ。ピクドラ行かなきゃいけないですね。ガチできついけどしょうがない。行かなきゃ負けます。そこはやった。オッケーオッケー、いいよ。で、ゼウス不大将悪すぎ、これやばいだろ。いくらなんでもやばすぎ。なんとかなるかこれ。なんとかしなきゃいけないけど、なんとかなるかこれ。なんとかするなら、いや無理すぎる。キャラが、相手のキャラがエグすぎる。これ一回抑える、ガチで無理。これ結構終わってる。結構ってかかなり終わってる。ここで守る。え、これマジで札の相性ひどい。やばいね。お前変なとこ来んな。守る守る、守れるとはもうコースあるし。こーわ、何これ、やばすぎ。ガチでエグいって。次行きましょうか。はい、それでは行きましょう。お相手が俺はリムルです。まあリムルばっか来ます。で、大型リーダーなんで、まあ頑張りましょうって感じですね。で、そうですね、プリンセスの即死だけはちょっと困ったね。マジで怖かった。取りで取れたからよかったんだけど、さっきの試合ね。30取れなかったら、マジで危なかったかもしれない。で、リムル相手なんで、リムルに有効なキャラ引きたいね、こっちの話では、というわけで、リムルに有効なキャラを探したいんですが、引けないね。こっから大型で妥協しないといけないね。行かないといけないのか。でも足に枠きつくね、これ。まあ、行くしかないですね。タイマンだったらビトガで頑張ってもらおうか。金バッチだしやれるでしょ。あとは、いやでもエルフ切りたくないんだよな。マミー、まさか。まあまさか切るか。切りましょう、2体。で、裏技剣士置きたくないね。座れちゃうし。メイド溜まっちゃうし。さあ、大砲打ちましょう。メギド溜まるし、まさか座れて、砦ダッシュも取られるしなんで、ここは確実に取る必要はあり。オッケー、オッケー。あ、いいね、そのバサカ、ありがてえ。ここ行こうか。なるほどね。ここエルフ行きましょう。倒してんだけど、何あいつ。強っ。あとこれ下マジきついんだけど、どうしようかな。黒稲妻取られて、即死も入って、相手札積みよ。何これ。バグだろ。さあ、これちょっと待ちたいよ。待って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 、これ待ったら決めができるか。
キメガで行ってキクシー当てるか。キメガ強え。キメラガール強すぎ、優秀、完璧すぎる流れが。かなり苦しいと思ったけど完璧すぎた。あれはしょうがないね、やられんのね。まだ黒いナスも溜まってないから、剣士の数あんま使ってないから、おかげさまで溜まんない。なんかブブーンって言ったけど気にしないでください。なんかあれ PC で報告が入りました。アップデートですよって、アップデートされましたよか。はい、どっちで打たせるかだね。多分溜まっちゃうんで人倒せるじゃん。うわ倒せねえのそれ、だる。まあいいわ、はい、体力いっぱいあるし。はい、マミー、はい、マミー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 、というわけで完勝ですね。相手もリムルいないでしょと。クラウザ選手もいて10個3成功で、リムルリーダーなんで来るよ、ツヨピー。10個3成功してサブなしなんでプラス4ポイントのボーナス入りますね。で、完勝だからさ、さらにプラス1ポイントで5ポイントのボーナスが入ります。なんで元1ですね。マジか。465なんだけどね。さあ続きましょう、またリムルです。はい、魔法リムル、リムル、リムルです。頑張りましょうか、大型リーダー占し。リムルの環境、マジでリムルばっかす、本当にリムル超強いっす。しょうがない、超強いからね、しょうがないけど腕でなんとかできないこともないと思っている。ビートル足りないけど、まあビートルでいくか。で、リムルの裏がなしの場合って強ピー持ってる人で、そんなにも強ピー持ってない場合って大体裏固定してるんですけど、その裏の固定のパターンがまあいくつかあって、サンドラと、あとはね、パンダのパターンもあるんですよ。で、もしパンダであるならばベビーが刺される。けど、リムルのグラトに引っ張られて拘束される。ちょっと困ったもんだね。ここ裏座いっちゃうか、やっぱ。2個あるし、これで。ここは打ちましょう。うん。取れるね。オッケーオッケー。さあ、ビートルで、取られる前に取る。オッケー、いいよ。悪くないね。で、ここだな。まあもう裏技剣士ね、邪魔なんですよ。使いたくないんですよ、正直。でも使わなきゃならないんで、早めに使います。いや、強いな、相手のキャラ。どうしようかな、これ。ちょっとこれ、相手のキャラ強いですね。どうしようかな。こうかな。もう一体もつけてて、頼む。OK。OK、いいよ。で、お相手取れると確定ね。それ触っちゃうかな、マリオネット。いや、こいつでも上下動かないんだよね、あんま。触んないね。絶妙に触んないで取りて、取りて、あ、触ってるわ。いや、でも飛べば、悪くないよ。悪くはない。倒せる？あ、天才！そこ倒されちゃうけど十分だよ。で、リムロにも飛んでる。あ、ん？なんで死んだんだ、今。よくわかんないけど死んだね。さあどうしようかな、コスト余ってんだよね、溢れてる。だいぶコストに余裕がある。さあその裏技剣士に対してリムル来るか。ってかリムルのダメージやばくね、そんな減るの。ビートル取れるよそれ、取るよ。あ、ラッキー、取っちゃうんだ。いいの、いいんですか。これマリオネットでやりましょうか。ベビー行って、でパンダじゃないっぽいっすね、この感じ。なるほど、ああ、そんな感じか。これ確実に行くためにちょっとゆっくり行きます。勝てればいいんで引っ張ります。剣士来なかったら大丈夫だからね。倒しましょう。ミスってますね相手。ピクドラがちょっと遅いんだけど、ちょっと何でかな、入ってるね。オッケーオッケー、入ってるわ。もういいわ、メギドー。というわけで点差っすね。サブなし、サブなしなのでプラス3ポイント入りますんで、最低でも4入ります。ありがとうございました。ちょっと強 P が美味しくなさすぎて苦戦してますが、今現在強 P2691 です。なのであと9で2700ですね。で、キャラ強 P がちょっといくつか覚えてない。確か1022スタートだったんで、ちょっと計算してください。まあ、最後に多分見せると思うんで、あれなんですけど。ウィッチねー。まあ、ミノやられちゃうのダメっすね。マミーもダメっすね。
スライムも良くないんだけど、いや大型は2本欲しいじゃん。ここから妥協か。あ、良くないね。かなり良くないけど、まあ行きましょう。天狗でウィッチでなんとかしてんねえかな。マミーマジでいらないですね。対ウィッチの時は本当に何もできないんで、流れてくるキャラに当てるぐらい。足2枠、ウサギじゃなくてマミーで取りたいな。それでマミー切りましょう。2切りましょう。これ下目と上目で、ここもう一回打ちます。早めに打って飛びます。いやー飛んだけどボスが天才でしたね。まあでも相手もねキャラ切ってくれたしいいでしょう。お、死んでねえ。マジ、うわ、めんどくせえ。そのギリギリミリがめんどくさいけど、まあいいか。チビピクいきましょうか。ここで相手この感じ見てる感じ、あれじゃないね、あのリムルじゃない、剣士出てこないから、剣士大神のリムル出てこないから、リムルじゃないから、ここはしっかりこう抑えようか。これがねもうねかなりめんどくさいんだけど、ここ相手もう一回下消えてくんねえかな。消えないか。あ、消えないか。出しちゃった。だけ、あ、いやいや、これでいいわ。スキル打てばいい。スキル打てばね。何やってんの？リムルじゃねえかよ、しかも。終わってんだけど、クソゲーじゃん。何これ、かなり終わってる。ひどすぎる。大型俺こっち、足りないんだけど。なんとかなりますか？ボスいるでしょ？ここはまあ抑えられるじゃん。ちびつく行っていいか？行くか。行くしかないな。行くしかないわ。レフラー拘束されるな、マジで。相手札強いね、これマジで。ちょびピック壁張り、見えねえ。画面見えねえよ。レードが来るでしょこれ。コースない相手、もしかしてかなりきつそうではある。これ多分イカ倒さなきゃダメだな。俺イカ倒します。倒さなきゃダメっすわ。相手きつそうだね。コースなさそう。一気に攻めたからいけるわ。いけちゃった。ラッキーラッキーラッキー。なんかいったわ。なんかいけたね。ミラトに座れたけど、このねリムルね抑えたくないんだよな本当は。まあね、抑えしかないね。抑えないとダメだ。ミラトにさせようか。あ、どうしたわ。倒せるんや。というわけでこれはいけたんじゃないの。どう。あ、ナイス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 。完勝だね。危ねえ危ねえ。本当にふざけんなよ、ライティング。というわけで元最低値が4、5かな。はい、なんで元1っすね。1ばっかやな元。おそらくやばいっすこれ。対戦相手ね、多分なんだけどね、俺の記憶間違いなければ何があっても裏騎馬兵の人のはず。騎馬兵超好きみたいな。騎馬兵大好きで、どんな固定でも裏騎馬兵みたいな。リーダーが足だろうが裏騎馬兵みたいな感じだった気がするんで、騎馬をやれるキャラ引きたいっすね絶対に。なんで迎撃が欲しいんですけど引けないんですよね。大型2本、大型2本必須なんで回しましょう。いや終わってんなだいぶ。いやパンダで騎馬やれるとかいう話じゃないんだよな。突撃されるから無理なんだよな。オスと負けがやばそうっすねこれ。うん、そう騎馬なんよ。あ、でも開幕3体切ってくれたのでかくね。これ普通にでかいぞ開幕3体騎馬兵。台風打ってくるかな。あ、打ってくるかさすがにね。まあ、取んないのはしょうがないとして、どっち、あ、ここでもこれ見れるな。ここでボス行こうか。ここパンダでいいじゃん。キバ強くね。ちょびっくりするけどキバ強くね。びっくりした、びっくりしてる。ここ倒せる。 OK で、ボスちょっと歩いてるから、ちょキャラいっぱい使おう。うん、やられちゃったけど、だいぶ相手コスト使ってくれてるから、とりあえず大丈夫。ん？こんな感じか。じゃあ、メリュメルで。取った。固めて。OK。いいよね。いいよ、いいよ。そろそろ引くからかな。さあ相手も大型来ましたが、ここはねもうねメルでまとめます。危ねえ。
ズレッタ剣士、ズレッタじゃない、あのパワーパワードか、うん、なんで取れたの、いるけど謎に取られましたね。あと牙1体いるんですね。ここはまあパンダでいいじゃん、めり込ましてるから負けないから取れるから大丈夫として、一応パンダとか流れてんだよね。カゴ行ってる。これ朝から流せばやるかな、こうするかな、いや多分あるな、俺多分大丈夫でいけるこれ。はい、打ち OK、 いいよ、入ってるね。で、キワも全部使ってるんで問題なし、よかった、相手の大型1体で。さあ、干渉までいけるかどうかはちょっと怪しいラインですけど、攻めてみましょうか。どうせもう10個触んないんで、ちょっとね、火力キャラがね、前に行けてないんですよ。なんでね、干渉ちょっと厳しいかな。火力キャラがあってか、火力キャラがいないね。あの、城を落とすような大ダメージを与えるキャラが。まあ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 。点差勝利ありがとうございました。で、最低値で4もらえますか、これも。なんかマジで、さ、やばくない今季。1しかいねえ、全部。元が1なんですよ、これ全部。で、全試合じゃない、これもしかしたら。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。とりあえずね、2700には戻ったんですけど、マジで強 P が美味しくない。キャラ強 P も全然増えないですね。1063。あ、でも言うてか。あと44。キャラ強 P はあと44ですね、1位まで。まあやりますか。ここまで来たんだったら。まあちょっとね、今日ね、今7時半なんですよ、時間が。7時半ちょっと前。なんで、まあそんなに何回もね、チャレンジはできないけど、まあ1位、1回、2回ぐらい狙ってもいいんじゃないかな。って感じですね。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。